藤野保氏は日本の政治家、日本共産党所属の衆議院議員、党幹部会議員、国会対策委員会副委員長、初期局員、日本共産党中央委員会政策委員会副責任者、福岡市に生まれる、両親とも日本共産党の党員だった、福岡県立周遊館高等学校卒業、京都大学法学部1年生の時湾岸戦争の、 勉強会に参加。それをきっかけとして、共産党に入党。大学卒業後、国田刑事と、吉井秀勝の秘書を務める。2003年、中央委員会の政策委員に就任。2012年の第46回衆議院議員総選挙に、比例北陸新越ブロック単独で出馬するも落選。その後は、中央委員会原発エネルギー。 問題対策委員会事務局長を務める。2014年の第47回衆議院議員総選挙に比例北陸新越ブロック単独で出馬し、初当選。日本共産党が北陸新越ブロックで議席を獲得するのは11年ぶりである。2016年4月より日本共産党中央委員会政策責任者。しかし、同年6月に防衛費について、 軍事費は戦後初めて5兆円を超えたが、人を殺すための予算ではなく、人を支えて育てる予算を優先していくべきだと発言し、与党や大阪維新の会などから不適切な発言だとして批判が出された。その後その発言に対する隕石により辞任、副責任者に降格。2017年の第48回衆議院議員総選挙に、 比例北陸新越ブロック単独で出馬し、再選。2016年6月26日に出演した NHK 日曜討論で防衛費について人を殺すための予算と述べた。同席していた稲田智美が日本を守るためだと反論し、石田はじめ実みのるやしも三木きおらたの同席者も発言取り消しや訂正を進めたが番組中には応じなかった。 これを聞いた首相の安倍晋三は参院選中の演説でとんでもない侮辱ではないかと非難し、日本共産党の C カズオラが自衛隊を憲法違反とし、将来的な解消を訴え続けていることについて、こんなことが通るわけはない。あまりにも無責任、失礼な発言だ。この共産党と民進党はまさに一体となって、この選挙区でも戦いを進めていると非難した。 藤野は番組終了後に発言は安保法制イコール戦争法と一体に海外派兵用の武器、装備が拡大していることを念頭に置いたものでしたが、テレビでの発言そのものはそうした限定をつけずに述べており、不適切であり、取り消しますと発言を撤回した。共産党委員長の C ・カズオは27日、海外での戦争のための装備などを念頭にいったが、 そういう前提なしに発言した。私たちもあの発言は不適切だと考えると説明し、藤野を口頭で注意したことも明らかにした。また、本人がきちんと取り消した。私からも注意し、これで解決したと思っているとも述べ、これ以上言及する必要はないとの考えを示した。また、党内からは不用意な発言だったが、誤解だ。 言葉尻を捉えての攻撃には断固反対だなどの発言もあった。番組で同席していた民進党の山尾志り政調会長は藤野の発言を咎めず事実上追認した。一方、同党の前原誠治元外相は自衛隊は選手防衛を行うために極めて重要な役割を果たしている。極めて悪質でひどい発言だ。見落としてやってくれている隊員に対して、 極めて失礼で無礼だと批判した。6月28日夜、藤野は党本部で緊急の記者会見を行い、多くの方から厳しい批判をいただいた。我が党の方針と異なる誤った発言であり、結果として自衛隊の皆さんを傷つけるものとなった。深く反省し、国民の皆さんに心からお詫び申し上げる発言は撤回したが、 党の方針と異なる発言をしたことは、政策責任者として極めて重大であり、責任として職を辞したいと説明し、政策委員長の辞任を表明。同日の常任幹部会で決定された。ありがとうございます。